こんにちは。あ、ごめん、ここを振った時にこれがブルブルってなるのがすごい毎回気になってた。こんにちは、ドドチューブです。今日はですね、あのシプールのお仕事なんですけれども、シプール Vlog、 オートラス、シプール Vlog なんて勝手に言っていいのかVlog です。なのでお仕事のしてるところを、シェアさせていただきます。シェアハピアニエスベイにリースにやってきました。はい、やっていきたいと思います。で、バッグがこちら。このスカートかわいい。これにしようかな。こうして、一応そのペアの代わりがスーパー安全なやつ。これスカートめっちゃかわいいですね。かわいい、ね、かわいい。こうして物がインディゴと黒とかあって、こっちが黒だ。そうですね。こうしようかな。ごめんなさい。中をボーダーにします。大きいボーダーでも可愛いね。こっちかこっち。これにデニムにします。3のフォーク。そしてこれ。3体。3だった。はい。靴とかバッグとか、あ、バッグあれだ。スニーカーかわいい。これ超かわいい。アニエスベ。ね。キャップ大丈夫です。バンダナとかもかわいい。この辺も予備でお借りしたいです。かわいい。ボタンの感じとかめっちゃかわいい。はい、ありがとうございます。大丈夫ですかね。やってまいりました。こちら某都内スタジオ、です。今日は撮影頑張っていきたいと思います。えいえい。おう、初発前の何ですか。9月の30日の、シプール JP です。オンラインです。騒がしいですけどよろしくお願いします。 AAO。 これ出れるのかな。出れます。わー、出れます。見なきゃ見なきゃ。その後に、まあまあインスタライブ見てくれる。ゴミが見始めましたって出ちゃう。うそ。あれやだよね。あれやだ。なんだろうな、すごく。でも、ゴミは結構出てくる。私結構ヘビーに 見させて、配置をさせていただいて。配置くらいじゃないですか。ライブに参加する。いや、そういうことはしない。ここ1ヶ月ぐらいだから。もう配置をさせていただいて。まあまあ長いかな。そうそう、身長。15年ぐらいやってる。え、それまでで殺してる。殺してないの。ここ1ヶ月殺し始めた。やっとライブが見始めた。そんなライバーなのに私。そう。今実家にいらっしゃるんだな。なんかすごいスタンレーのなんかこう持ってんな。いいなって実家に置いてあるんだ。へえ。みたいな。アテルキーでいて。なんかサクテルいるだ。先輩なのになんかすごいラフに挨拶しちゃう自分に反省した。ああみたいな、なんかもう合ってるつもり。おはようございますっていう時もちゃんとよく合ってる人、そうよく合ってる人みたいな親しい間柄になってしまう。めっちゃ分かるよ。あのすごい素敵なデニム履いてらっしゃいますね。はい、ありがとう。
どちらのブックか。ドドジーンズです。ありがとうございます。はい。あ、かわいい。うん、メイクいいですね。いいですか。はい。すごい便利。変わったな。世の中が変わった。水をのスポーツしてるのまで見えてるね。見えるんだ。そう、共有されるんです、そっかそっか、画面自体。うーん、メンバー紹介、後藤の純くんです。なんで黙ってるんですか。後藤の純くんです。お久しぶりです。久しぶりです。え、なんかさ、はい、お住まい都心じゃない、なんかニュージャージーに住んでるスタイルやってますよね。やってます。やってましたね、そういうの。何なんですか、それは。な、何をきっかけに。コロナ。コロナじゃない、向こうが。向こうがね、向こうが相手方が、相手方が、相手方が尻に引かれてます。尻に引かれてます。はい、いいと思います。はい、OK です。お願いします。すごいね。あれ、赤リップのね、ごめん、なんかオレンジのまんまがいいかな。どうだ、かわいいの。めっちゃかわいい。ちょっとね、選べないの今。いいの割りすぎて。そう、選べないの。ナイス風ですね。ナイス風、ロケーショナル。さすがニュージャージー。ニュージャージー生活やってるだけ。風感じてるんですか。湘南の風です。湘南の風。あれが。どっちじゃない。こっちやってる。あの、スカーフ持って。かわいい。マリナバリに出てるよ。マリナバリのどこ映してるんですか。ライバル、ライバル隊長。はい、使います。はい、寄ってください。はい、はい、じゃ次の津田ポンポンはメイクさんで、オーダーの津田ポンポンでした。はい、でした。あの津田ポンポン、それは老眼鏡です。わかる、老眼鏡ですね。これないとね、見れないんです。メイクするときだけ。メイクするときだけ。かわいいでしょ。かわいい、かわいい。無理やり。スターリングサワちゃんでした。スターリングサワちゃん。スターリングサワちゃん。あ、スターリングサワちゃん。サワちゃんでした。モデルさん。可愛くてびっくりしましたが、すぐに終わっちゃったので、また他の機会に撮影ができる、したいなって思わせていただけるモデルさんで、とても、いや、でも本当に顔がさ、なんていうの、魅力的。本当ですか。え、純ジャパですか。純ジャパですね。純ジャパ、純ジャパです。なんかさ、その目のこの距離感とかもさ、離れてるんですよ、ね、超絶妙。いい、あと眉毛の濃さ、ね、うん、鼻、口、バランス、
またお仕事しましょう。はい、よろしくお願いします。頑張りまーす。まだ残ってる。ありがとう。もみちゃんは話しやすい人なんだけど。紹介の今日はカメラマンのもみちゃんでした。髪の毛これ5日間ぐらい洗ってないよね。やだ。洗ってないでしょ。ちょっと通りで毛羽でギワギワしてるはずです。オイルですか？ヘアオイル派ですか？ヘアオイル派です。素敵な。本当に写真が最近特にすごくあのおみちゃんの写真がなんかすごいアップデート。何か心境がなんか作風がねなんか本当にアップデートしていて、この前も会ったばっかなんですけど。あとはライブをすごい見てくれてる読者です。ひそかに、はい、視聴者。あとはエディターの富樫でした。赤ペンで私の名前を書いたという、はい、初回で初対面の時シプール JP さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。